はい、今回はね、Google Pixel 4a と Xiaomi のね、Mi 10 Lite 5G のね、比較をしていきたいと思います。こちらのね、Google Pixel 4a は非常にね、人気のある端末ですので、ご存知の方もね、多いと思いますけれども、まあ、こちらのね、Mi 10 Lite 5G は、まあ、日本のね、キャリア au でね、発売される Xiaomi の端末ということで、非常にね、注目が集まっていますので、まあ、価格がね、両方とも4万円台前半ということなので、まあ、同じ価格帯というところでね、ちょっとね、比較をしていきたいと思います。まあ、ただですね、基本的にはちょっとコンセプトが異なる端末になりますので、一応簡単に言っておきますけど、やっぱりこちらはね、もういろいろ言われてますけど、とにかくコンパクトでシンプルなスマートフォンということで、まああとね、Google 金製のスマートフォンということで、アップデートがね、非常に長くなっているということで、まあ安心して使えるというところと、まああとお財布携帯にね、対応しているところ、あとその Google のカメラね、Google カメラですかね、非常に Google の画像処理技術がね、活かされた素晴らしいシングルカメラがついているということで、まあこれも話題になっていますけども、まあそういうね、まあどっちかというと、まあ、シンプルで使いやすいスマートフォンということになります。でこちらは、まあ、逆に言うとですね、Xiaomi らしい格安のスマートフォンですね。5G に対応していながら4万円台前半ということで、で SoC もね、Snapdragon 765っていう、ね、ものを積んでいまして、まあ、こちらのね、730G に比べると、まあ、上のものになりますので、その辺を考えても、基本的にはね、そのハードウェアのスペックから見ると、やっぱりコストパフォーマンスが高いなという端末になっています。はい、それではですね、小さいと言われている Google Pixel 4a ですけれども、まあ、実際ね、最近のね、スマートフォンの大きさ、Mi 10 Lite 5G はどっちかというとね、今風のスマートフォンなんですけども、比べるとこのぐらい違いますね。まあ、確かに小さいですね。まあ、こう置いても小さいと思います。で、重量の方は、Mi 10 Lite 5G はね、この付属のケースをつけて約 211g でした。やっぱり 200g ちょっと超えちゃうんですね。まあ、こちら側の Pixel 4a はですね、もともと本体が 143g ぐらいですかね。それにまあ今ケースをつけてますので、だいたい 175g ぐらいでした。まあ、ですのでやっぱりどうしてもね、まあ、重量には差があるかなという感じです。まあ、ただですね、このね、まあ、Mi 10 Lite 5G も結構ね、薄いんですよね。薄くて、ここがラウンドしてるというのもあって、意外と持ちやすくて、そんなにね、まあ、確かに大きさは大きいんですけども、まあ、意外とコンパクトに感じる端末かなというふうに思います。はい、それではね、ディスプレイの方を見ていきましょうか。両方とも有機 EL ディスプレイですけども、輝度はね、最大にしています。で、なんかね、Pixel 4a ってちょっと暗いとかって言われてますけど、Mi 10 Lite 5G と比べるとそんなに暗くはないですね。視野角とかはどうですかね。まあそんなに、やっぱね、変わらないですね。まあ品質としては似たような感じかなというふうに思います。まあまあね、両方とも同じような感じですね。特に差はないような感じですね。はい、それではね、スピーカーの方もね、ちょっと比較してみたいと思うんですけれども、手前がね、Pixel 4a なんですが、こちらはね、ステレオスピーカーなんですね。で、こちらが Mi 10 Lite 5G なんですけど、こちらはですね、ステレオじゃないんですね。まあ、スピーカーがね、こちらからしか出ないんですけれども、まあ、ですんで、ちょっと聞いてみた感じは、やっぱりね、Pixel 4a の方が良かったです。まあ、一応今からね、再生してみますけれども、一応ボリュームの方はね、両方とも最大になってますので、ちょっとね、イヤホンなんかで、この動画を見ている方はね、ご注意ください。それではね、再生していきます。まずはね、Pixel 4a です。はい、それではね、Mi 10 Lite 5G いきます。はい、こんな感じですね。やっぱりね、ステレオの方がやっぱ音はいいなっていう感じですね。まあ、ただ、ボリュームの大きさはね、こっちの方がね、最大ボリュームだったら、Mi 10 Lite 5G の音はね、大きいですね。はい、それではね、アプリの起動テストをやっていきたいと思います。スペック的にはね、Mi 10 Lite 5G の方が Snapdragon 765G を搭載していますので、まあ、こちら側の方がスペック的には上になりますけれども、実際のね、アプリの起動なんかでその辺の差が出てくるかどうかやってみたいと思いますので、よく使うアプリね、ブラウザでとりあえずやってみたいと思います。それではね、Chrome の起動テストをしていきます。せーの、ドン。やっぱちょっと一瞬早かったですかね。一瞬確かに早かったですけど、あとはスクロールなんかそんなに変わんないですね。うん。まあ、両方とも全く問題がないかなという感じですね。はい。はい、それではね、Google Play Store の起動もやってみたいと思います。せーの、ドン。はい、こちらの方が早かったですね。まあ、両方とも早いんですけども、まあ、なぜかね、Google Play Store はこちらの方が早かったです。
はい、アプリのね、起動速度なんかを見てもですね、まあ正直ね、両方ともね、そんなに遅くないので、普段使いであれば、両方ともそんなに問題はないかなと思います。まあですんで、性能的なね、違いはあると思いますけれども、実際のね、利用シーンではそれほど差がないかなという感じです。で、むしろですね、まあ使いやすさ、使いにくさという部分で言うと、まあ私はね、Xiaomi の端末を結構持っていてよく使っているので、やっぱりね、このスノーアンドロイドって確かにシンプルでいいんですけども、やっぱちょっと機能が不足しているというか、MIUI に比べると、まあ、かゆいところに手が届かないなという感じはありますね。まあ、この辺は好みの問題もあるので、まあ、一概に言えないですけれども、まあ、個人的にやっぱ MIUI の方がなんか使いやすいかなっていう感じですね。まあ、例えばですね、まあ、スノーアンドロイドにできない機能で、このデュアルアプリっていうのありますよね。まあ、これは Xiaomi 以外にも似たような機能あると思うんですけれども、まあ、例えば LINE のアプリなんかをこう複製する機能ですね。まあ、一つの端末で LINE アカウントを2つ使いたいときに、まあ、普通ね、LINE って1個インストールしたら2個目はインストールできないんですけども、このデュアルアプリを使うことによって、アプリをね、2つにすることができるんですね。そういった使い方ができないのがちょっとね、やっぱりそういう部分で不便な時はあるかなと思います。はい。あとね、もう一つね、MIUI の便利な機能で、このね、セカンドスペースっていうのがありますけれども、まあ、これはですね、一つのね、この端末の中に、あたかも二つのスマートフォンが入ってるかのように使えるんですね。まあ、非常にこれも便利な機能なんですけども、やっぱりね、スノーアンドロイドではこういうのは使えないので、この辺がちょっと物足りなさを感じます。で、このセカンドスペースについてはね、詳しい動画をね、別の動画で作ってますので、もし興味がある方はね、そちらの方をご覧ください。はい、それではね、次はね、カメラ性能をね、比較していきたいと思います。で、今これはね、Mi 10 Lite 5G なんですけども、こちらのね、Pixel 4は非常にカメラ機能がいいということで有名なんですけれども、まあ、ただね、前も言いましたけど、やっぱりシングルカメラなんで、マクロとかね、あと、まあ、要は寄ったりとか引いたりすることができなくて、そこはちょっとね、物足りないって話をね、最初のね、開封した時の動画でもね、話をさせてもらったんですけども、まあ、反面ね、Mi 10 Lite 5G はやっぱりね、クワッドカメラになっていますので、その辺はね、ちゃんとね、対応できるんですね。ちょっとね、その辺見ていきたいと思います。はい、それではね、Pixel 4 のね、カメラ機能で、今、写真モードなんですけども、今ね、こう、わかります？カメラ越しにピントが合ってるのわかりますかね？で、これね、タップするとね、ここにね、フォーカスをね、固定してくれるんですね。ですので、これが動いても、わかります？フォーカスが、こう、追従してるんですね。これ非常に便利な機能なんですが、で、ここはね、まだ、この距離があるんで、ピント合ってるんですけど、はい、近くなっちゃうとね、被写体から離れてくださいっていうメッセージが出て、やっぱりボケボケなんですね。ピント合ってないんですよね。やっぱりこれはね、マクロレンズがないんで、Google Pixel のね、カメラといえども、やっぱりね、近いものにはピントが合わないんですね。はい、反面ね、Mi 10 Lite 5G はね、マクロカメラを搭載していますので、今ね、これもちろんね、ピント合ってますけれども、例えば近くすると、まあ当然ね、同じようにボケますけれども、ここでね、ここにね、マクロモードがありますね。マクロモードに切り替えます。はい、そうするとね、もうバッチリピントが合ってますので、まあやはりね、こういう感じでね、寄れないっていうのはやっぱりね、Pixel 4 への弱点かなというふうに思います。はい、あともちろんですね、今これマクロモードですごい寄ってるんですけれども、まあこれをね、解除すると、やっぱり普通のカメラに切り替わりましたね、ボケてますけども、ここからね、広角にすれば、少しね、離れた感じで撮れます。まあ、ただこれピント合ってないんで、やっぱりもうちょっと離さなきゃいけないんですけども、まあ、やはりね、先ほども言いました通り、やっぱカメラの使い勝手の中で、まあ、寄れたりとかね、引いたりできるっていうのは、やっぱりカメラがね、たくさんついているスマートフォンだからこそできる機能なので、ここはね、やっぱりね、Pixel 4 へ使ってみると、カメラ機能確かにいいんですけども、やっぱ弱点だなというのはね、すごく感じましたね。はい。まあ、カメラ機能なんですけどね、どうしてもハードウェアの違いがありますので、どうしてもそのね、寄れないとかも、ハードウェア的に、引けないとかね、レンズがないっていうことで、できない機能ありますけれども、まあ、実際ね、撮影した写真とか動画でね、どういう違いがあるかっていうのは、今からね、実際に撮影して見ていきたいと思いますけれども、もう一つですね、まあ、このね、Mi 10 Lite 5G はですね、センサーがね、オムニビジョンっていうところのセンサーを使っています。で、正直あんまりね、聞き慣れないなっていう方もいらっしゃると思いますけれども、最近ね、Xiaomi はこのオムニビジョンの、センサーを使ってる端末を増やしてきていて、例えば最近発表されたね、ハイエンドの端末で Mi 10 Ultra っていう端末があるんですけども、その端末もね、オムニビジョンをね、搭載しています。で、最近のね、レドミシリーズなんかでも一部ね、このオムニビジョンのセンサー積んでるのがありますので、ちょっとこの辺もね、今までのソニーとかサムスンとかのセンサーと違う、まあ、第3のね、センサー、まあ、シェアでいくと3番目らしいんですけども、まあ、そのオムニビジョンっていうところのセンサーが搭載されていますので、その辺のね、オムニビジョンの、まあ、性能っていうところもちょっと見れるんじゃないかなと思います。はい、それでは実際に見ていきましょう。はい、それではね、Mi 10 Lite 5G とね、Pixel 4a のカメラ性能ね、比較していきたいと思います。とはいうもののですね、ちょっと天候が悪くてですね、外であんまり撮影できなかったので、ちょっと屋内撮影のね、写真になっちゃうので、あんまりちょっとね、正しい比較にはならないと思いますけれども、一応屋内撮影というところでね、まあ比較をしていきたいと思います。
まずはですね、これライトですね。まあ、100均で売ってるね、ライトになりますけれども、まあ、大体同じアングルで撮りましたけど、まあ、これを見てる感じでは、まあ、もちろんね、色味が若干違うとかっていうのはあると思いますけど、まあ、正直ね、別に、例えばミーテンライト 5G が劣ってるっていうことはね、ないんじゃないかなというふうに思います。まあね、ピクセル4やね、非常にカメラ性能がいいっていうのはもう評判でね、皆さんもご存知だと思いますけども、ミーテンライト 5G も決してね、劣ってないんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、拡大してみますね。はい、通常の状態で見てればね、それほど差はないと思いますけれども、まあこのね、LED ライトの部分を拡大してみるとですね、まあこうやってみると、やっぱりね、ピクセル 4A の方がね、しっかりね、ちょっと変な汚い汚れがね、出てますけれども、ピクセル 4A の方が、やっぱりね、こう綺麗に映ってるなというか、細かいところまでね、ちゃんと映ってるなというのがわかります。まあただですね、やっぱりこの普通ね、スマートフォンの画面で見る分については、それほどね、差はないということなので、まあ比べれば確かにピクセル 4A の方が、まあ解像感が高いかなという感じはします。はい。ただね、こういうふうに、例えばね、一部分によって撮影するっていうことであれば、ミーテンライト 5G でね、マクロ機能がありますので、先ほど撮った写真ではちょっと解像感的にはちょっと劣るところありましたけども、実際ね、マクロ撮影すればここまで寄れるんですね。で、先ほど言ったね、ちょっと汚れみたいな傷みたいなものがありましたけど、やっぱりここまで寄れますので、まあ、ですのでね、やはりね、マクロ撮影ができるっていうのはこういう時に有利だと思います。例えば、これで結構ね、アップしても、このぐらいでね、傷なのか、汚れなのかわかんないですけども、がついてるのがね、しっかりわかりますので、やっぱこの辺はね、マクロ撮影ができる、ミーテンライト 5G のね、強いところだと思います。はい、次はね、ミー 9C の写真ですけれども、まあ、これもですね、この状態で見てる分にはそれほど差が正直ないかなという感じです。ただですね、これもね、やっぱりアップするとね、ちょっとね、差があるんですよね。はい、これがですね、カメラ部分のね、アップの写真になりますけれども、ピクセル 4A の方はね、結構ですね、このボディに指紋がつかない加工がしてあって、少しこう模様が入ってるんですけども、それがしっかり出てるのがわかりますね。で、ミーテンライト 5G の方は、もちろんこう、しましまのね、模様みたいなものがわかるんですけれども、やっぱりね、ちょっと一つ一つは結構潰れてるというか、まあちょっと馴染んじゃってると言いますかね。反面ですね、やっぱり、ピクセル 4A の方がしっかりね、こう、その模様が出てるんじゃないかなと思います。まあなんか逆に言うとこう、シャープネスが強いっていう風な言い方もあるかもしれませんけれども、まあはっきり映ってるという部分でやっぱりね、ピクセル 4A の方が上かなという感じですね。はい、それではね、今度はね、ポートレート撮影見ていきたいと思います。両方ともね、やっぱり綺麗にボケてるなという感じですね。ですんで、やはりこういう風にね、普通にスマートフォンの画面等で見てる分にはそれほど差はないかなと思います。まあ、若干ピクセル 4A のが暗く映ってるかなとは思いますね。あと、後ろのね、丸い窓があるんですけれども、その大きさもちょっと違うんですけども、で、ピクセル 4A って、ポートレートモードにすると、ちょっとこう、画角が変わると言いますかね、少し寄るんですよね。ですんで、同じように撮ろうとすると少し引かないといけない状況でした。ですんで、普通に撮影している時よりもポートレートモードに切り替えることによって、ちょっとこう被写体がね、近くに寄ってくるような感じになります。反面ですね、ミーテンライト 5G には変わらないんですよね。まあですんで、そういった違いがあるので、ちょっとこの辺のね、窓の映り方なんかは少し変わってるのかなと思うんですけれども、まあほぼね、同じところから映してるんですが、まあこんな感じでね、ちょっと仕上がりとしては変わってきます。でまあ、ちょっとね、拡大をしてみますけれども、まあ、両方ともね、ちょっとバックがね、白でわかりづらいんで、まあ、でも綺麗にはね、抜けてると思います。変にこうね、被写体がね、潰れちゃってるところは、まあ、少ないかなというか、ないですね。ピクセル 4A についてはほぼないんじゃないかなと思います。で、ミーテンライト 5G もないですね。意外と両方ともうまく綺麗に抜けてるなという感じです。ただこれね、やっぱりアップしてみると、やっぱりどうしてもね、ミーテンライト 5G の方がね、少しこう、やっぱり潰れてるっていう感じがありますかね。で、やっぱり、ピクセル 4A の方がちょっとシャープネスが強いというようなね、感じはします。はい、それではね、次は夜景の写真ですね。まあ、全体的な明るさから言うと、やっぱピクセル 4A の方がね、やっぱり明るいなという印象です。ただ、ミーテンライト 5G の方のね、夜景も決してその夜景の写真としては悪くないかなと思います。まあ、やたらこうね、明るくすればいいっていうものでもないと思いますので、やはりその、暗いところでうまくね、その明るいところが映るっていうのが、やっぱり夜景のね、写真のいいところだと思いますので、まあ、そういう部分から言うと、明るいとか暗いとかっていうことで言えば、ピクセル 4A の方が確かに明るいとは思いますが、写真としてはね、別にミーテンライト 5G の夜景でも十分綺麗な写真じゃないかなと思います。はい、ただね、このね、車の辺のね、拡大を見ると、やっぱりね、ピクセル 4A の方が明るく映っていますね。だいぶこの辺だと差がある感じです。
はい、こうやってね、拡大してみてもですね、まあ、それほどね、差はないかなと思います。Pixel 4a は確かに明るいですけれども、Mi 10 Lite 5G もね、夜景モードそんなに悪くないと思います。それではね、オートフォーカスのスピードで見ていきたいと思います。今ね、後ろのこのバックパネルにね、ピントが合ってるのはわかると思います。じゃあ前に被写体を出します。はい。すごい速いんですよね、これ。で、写真なんか撮ってても、本当に迷いがなくて、パチッとね、ピントが合うんで、非常にこう撮影しててね、テンポがいいんですよね。わかります?かなり的確ですよね。で、かなりスピードがあって、で、迷わないんで、結構これはね、オートフォーカスの性能はね、Pixel 4A すごくね、いいなと思いますね。はい、それではね、次はね、Mi 10 Lite 5G でやってみたいと思います。今もね、ちゃんとね、後ろにフォーカスが合ってるのはわかりますね。音声の方どうですかね。音声の入り方はどうでしょうか。はい、それではね、被写体を前に出してみます。はい。ちょっと迷ってるね。はい。やっぱちょっとゆっくりですよね。まあ、後ろにピント合ってますけど、はい、これも、あ、今合いましたね。まあ、合うことはね、合いますけど、やっぱり Pixel 4A よりはスピード感がないと言いますかね。で、なんかやっぱりパリッと合わない感じがあって、やっぱりちょっとね、遅いなっていう感じがあります。まあ、ただ、迷ってるっていう感じはないので、まあ、これはこれでね、もちろん使えるレベルだとは思いますけれども、やっぱ Pixel 4A に比べると、若干オートフォーカスの性能もね、劣るかなという感じですね。はい、ということでね、今日はですね、Pixel 4A とね、Mi 10 Lite 5G のね、比較をしてみました。両方ともね、同じ4万円台前半で購入できる端末ということで、まあ価格をね、軸にした比較っていうことになりますけれども、まあもともとね、ちょっとタイプが違うスマートフォンになります。一つはね、コンパクトでシンプルっていうのを売りにしたもの。もう一つはね、激安の 5G 端末ということなんで、まあ同じ4万円っていうね、価格なんですけども、ちょっと方向性が違う端末なので、まあ比較するのもどうかなっていうところはありますけれども、まあ両方ともですね、タイプは違えても、両方ともね、いい端末だとは思いますね。比較してどっちがいいとか悪いっていうとも特になかったと思います。まあ、両方ともね、十分使える端末だと思います。で、カメラ性能ですけれども、やはりね、シングルカメラ一つ撮れば、Pixel 4A の方がね、やっぱいいと思いますけど、ただカメラって、やっぱいろんな撮影シーンがありますので、そういう部分でいくと、個人的にはやっぱりね、クアッドレンズで、やっぱり広角があったりとか、マクロレンズがあったりした方が、まあ、結構使いやすいかなと思います。で、まあ、それほどね、ものすごい差があるかっていうと、まあ、個人的にはね、Pixel 4A の写真とかカメラ機能はいいんですけども、それほどね、その Xiaomi の Mi 10 Lite 5G と差があるかっていうと、まあ、それほどないかなっていうふうに思いますので、まあ、よほどですね、カメラ性能にこだわりがある方とか、まあ、写真がね、もう趣味の人とか、そういった人じゃないとなかなかね、そこまでの違いってわからないんじゃないかなというふうに思います。はい、今回は以上です。